れ様でございます。速稼塾の久保です。はい、それではね、今月から皆様にお知らせし続けてきた白サイという仮想通貨ですけども、いかがでしょうか。もう決済してね、利益を得た方もいると思いますけども、今日までこの白サイを残していた方ね、フィーバーしましたね。現在584倍をつけまして 0.03 でございます。まあおおむね 0.04 ですね。もう十分な利益があなたの手に渡ったと思います。まあこういうふうな感じでね、どうしてこの白サイを選んだのかってことは、ものすごく長い、探求とですね、様々な情報の精査、それから私の勘、こういったものを複合的に絡ませて、白サイですよって言ったのがね、つい10日ほど前のことだったと思いますけども、まあ当たるでしょ？暗号通貨ってきっちりと見て、きっちりと検証すれば、こうやって見抜くことができます。ただし、私は2014年からやってますからね。まあですんで、あれが上がる、これが上がるってみだりには言いませんけども、ゼンフィンネットワークとかね、それから今回の白サイとか、もう皆様にお知らせする前にかなりのリサーチをしてるわけなんですよ。それから、ファンダメンタルですよね。要するに情報のやり取りです。この白サイというところもね、まあ様々な組織が関わって価値をね、つけたりとかね、抜いたりとかしてるわけですけども、それに、関連する白サイファンっていうね、いわゆるクジラみたいな組織もいるわけなんですよ。まあそういったところのやり取りをしていれば、この無名なコインで大きく利益を上げることもできるということなんですけども、まあね、内容に関しましてはね、すごく長くなりますんで、今回割愛しますけども、結局は今白サイってものすごく暴落してるところなんですよ。これでもですよ。だからまだまだ上がるポテンシャルあるんですけども、まあ今回がとりあえずの、まあ、山場なんじゃないかなと思います。ですんで、まだ白サイを保有されている方は、この辺りで決済していただいてね、また別の仮想通貨のことを考えていった方がいいと思います。まあ、白サイはとりあえずこれで第一フェーズ終わりでございますんで、利益をね、保有された方、おめでとうございます。私の速稼塾の中でも何名かの方がすでに決済して、大きく利益を得ている方、それから今日まで、そうは言ってもって言ってね、持ち続けた方がいらっしゃいます。一応私はですね、決済するかどうかって聞かれた時は決済しなさいと言っています。というのが、今日決済すると確実な利益だからなんですよ。しかし、決済を明日の鉢にするともっと伸びる可能性はありますけども、しかし失う可能性があるんですよね。投資家としてすごく大事なのは、確実な利益はもうすでに手元に入れておくってことなんですよ。その繰り返しなんですよ。だから、将来の見えぬ利益は水物だということなんですよね。それだけお伝えして今日は終了しようかと思います。白サイおめでとうございます。お疲れ様でした。